皆さんこんにちは、岡山の村上芳恵です。今日は借金を神様によって返済できた奇跡のお話をお分かちしたいと思います。私の生まれ育った家は祖父が戦後立ち上げた被覆会社で、主にコートの縫製をしていました。工場でした。私が20代の時に、その工場でミシンを踏んで 4,5 年経った頃のことです。突然父が重苦しそうに、会社の借金が1億になった、もう銀行から借り入れできなくなった、自分の貯金も尽きたと。 6、70名の従業員がいたんですが、その方々に給料を出すために毎月400万円の借金が膨らんでいるって。私は何年か前にもうこの会社は長く続かないと神様に思いのうちに語られたことがあったので、もう辞めた方がいいって言いました。そしてその辞める方向に話は進んでいってたんです。それがですね、ある日曜日に父と母が知り合いの社長さんのところに相談に行ってくるって出かけました。私は教会に行かないで大丈夫かなと思いました。しかし聖書に全てのことを感謝するように、その裏に全ての神様の良い計画があるから、こんなこともですかと思いながら、二人が教会に行かないで知り合いの社長さんのところに行ったことを感謝しますって。でそしたら言葉が来たんですね。二人は会社を続けるように励まされて帰ってきます。しかしあなたは強く反対しなさい、二人の心は揺れているからと。そして二人が帰ってきた時にこう言ったんですね。もうちょっと頑張ってみようと思う、なんとかなるって。なんとかなるわけないじゃないって、1ヶ月引き延ばしただけで400万円の借金ができてるんだよって。でも祖父もおじも続けるって言ってるし、そしたら祖父とおじに続けてもらって、うちはもう手を引こうよって。そしたら二人が言ったんですね。じゃあやめようかって。で私たちはそのことを祖父に告げに行ったんですね。そしたら祖父非常に反対しました。しかしですね、次の月曜日の朝、テレビのニュースでですね、当時非常に大きな証券会社のその山一証券っていうのがあったんですが、それが破綻したってニュースに出ました。それを見た祖父はですね、非常に愕然としていました。こんな大きな会社が破綻する時代なのかと。そして水曜日に、じゃあうちも辞めるって発表するって言ったんです。ですね。それからですね、私はどうにかして、次の、事務のアルバイトに就くことができました。母はその時言ったんですね。感謝だって。この借金があることが感謝なんだって。私はですね、非常に恐れていたんですが、その時に非常に励まされて、私も全てのことを感謝しなさいということを、従う、そのことをすることができたんです。そして、その時に勝利だって。これを今感謝できたことが勝利なんだって。サタンがこんな借金を抱えて神はいないって、思わせたかったんだなって。でもここで感謝できたんだったら勝利だって確信が来ました。母は言ってました。従業員の人たち全員次の職場も見つけられたし、そしてその退職金も出すことができて、本当にそのことだけは良かったって言ってました。それからですね、私はその仕事で関西に行くことがあって、その日曜日にですね、関西の友達にこの会うことになりました。その友達、クリスチャンで、その教会の人だったんです。この TLEA の教会の方なんですが、その友人がですね、そのお父様に5億の借金があったと。しかし、そのクリスチャンのお母さんにですね、どうしようか、この借金をって、打ちひしがれて相談したそうです。その時に、そのお母さんがですね、私には力がない。でも、私の信じてる神様は、万能の神様でどんなことでもできるから、神様にお祈りしなさいって、私も祈るけどお祈りしなさいって。それからたった2ヶ月で本当に奇跡的に借金が返せたのって私驚きました。
そしてですね、聖書で神様に偶然はない。そして主に従う者に乏しいことはないという言葉があったので、私はそれを心に留めて家に帰りました。それからですね、ちょっとして父がこの2人になった時に言ったんですね。この1億の借金をどうやって返していこうかって、打ちひしがれてました。私は、はあ、来たと思って言ったんですね。私には何の力もないよ。でも、私の信じてる神様は力があるから、祈った方がいいよ、お父さんって。お父さんも、祈って。私も祈るよ。でも、お父さんも祈った方がいいって。そして、私の友達も5億の借金を返せたんだよっていう話をしました。それからですね、ちょっとして、処分に困っていたミシンですね。ミシンを処分するのにお金がかかってどうしようかって言ってたんです。それがですね、ある懇意にしてるミシン屋さんが、今ちょうど中国で、ミシンの会社が立ち上げた会社があるので、全部売ってほしい。そしていらないミシン全部買い取ってくれました。それから全然使っていない田舎の方にあった土地がですね、絶対こんな乗れるのかなと思っていた土地がですね、いい値段で買い取ってくれる方が現れました。それからある母が言ったんですね。今日不思議なことが起こったよって。これを借金使ってくれって、2000万円ですね、親戚の方がくれたんだよってですね。それからどん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 と、私はアルバイト行ってたんですが、その知事と母と叔父とですね、3、4人でできる本当に簡単な仕事なんですが、それが大量に入ってくるようになってですね、その工場を閉めて4年後、私は結婚することになったんですが、その結婚式の日に母がですね、よせいちゃん、もう借金の心配しなくていいよ、もうほとんど返せたんだよって。そして今残してるのも税金対策で残してるだけだから、もう返せるから心配しなくていいよって母が言ってくれました。そしてその1年後に祖父が亡くなった時に母が言ったんですね。祖父もきっと何の心配もなく手に帰れたからよかったと思うよって。私は主を崇めました。神様が本当に1億もの借金をどうやって返していくのかなと思った借金を、神様ご自身が本当に助けてくれて、短い期間で返せたんですね。本当に主に全ての栄光をお返しします。でですね、ここまで皆さん聞いてくださり本当にありがとうございました。